姉さん、メロ姉さん、今回はバイオレット EX、 こちらなんですが、フリマサイト、ワンボックス、製造番号同じで、評価も高い人で、値段は高かったら買わないと思ったんだけど、意外と比較的普通に売ってる金額とほとんど変わんないぐらいだったんで、どんなもんなのかなと思って、買ってみようと思ってちょっと買ってみました。それでは、5パックです。最初の5パック。今再販とかがすごいバイオレット出てて、よく見かけ、いろんな情報とかで見かけたりするんですけど、田舎はなかなか再販とかで見かけることがほとんどないです。なんか都会の方々羨ましいなとか思って、そんな情報を見たりしてます。たまーに情報があっても、そのカードショップとかで、でも1時間以内にはもう完売して終わっちゃうっていう感じなので、なかなか巡り合うのは難しいです。それでは次のコバック。ありますね。特にバイオレットはミーモザ採用しの僕は引ければ、買えればどんどん買いたいぐらいなんで。今レアカードはあったってことは、ちゃんとした信用できる方から書いたんだなと思ってちょっとホッとしてます。これ SR じゃない？ちょい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 。最後に。それでは次に奇跡の2枚箱。そういえばこの間初めてオンラインガチャやってみたんですけど、動画は撮ってないんですけど、やっぱり一発でかいもの入ってるとやっぱり外れが怖いです。やってみてなんか、おお、ちょっとやるの怖えって不思議思いましたね。なんか平均的になんか鳴らして入ってるような、一発がでかいんじゃなくて、それなりのものがいっぱい入ってる方が多分優しいのかなって思うんですけど、今オンラインガチャがなんか流行ってるから、なんかついついやってみたいなと思ってやってみたんですけど、普通にめっちゃ怖くなりました。それでは次の子パック先日スタートデッキ発売して、おまかせ含めて全9種類だったかな。でシークレット枠が2つ、ドラゴンタイプと
無色タイプだっけ。だからそのシークレットはその2つが2つに、うん、なんかテラスタルタイプのカードが入ってるみたいで、とりあえずまだ開けてもいないんだけど、おまかせスタートデッキを何個買ったかな、6個くらい買えたのかな、まあ、たまたま見かけたんで買えるとこで買ってみたんですけど、まあ、暇がある時に開けてみようかなと思うんですけど、なんか今回その前みたいにそのマリーとかのそういうシークレットで入ってるとかっていうのはなんかないみたいなんで、あ、ミモさん、それでは最後の告白。光ってるのテラスタルか、ブルーレイ、あ、うまい箱だ。この次ですよ、あ、見えちゃった。まあいいや、見られたんだ。もう一回 SAR なんだろう、めっちゃ楽しみ。ない箱で、まあ、とりあえず1個は未来なんです。さあ嬉しいのはミモさん、とりあえずトレーナーがちゃんちゃんサポート、サポートって何、 SR サポートって何だ。ミモさん来たんちゃう、ミモザ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 、ペッパー、いや夢見た、ペッパーか、めっちゃショック、あと引きずるわこれ。ペッパーか、今回は AR にポチとタマンチュラと落とし取りで、 SR にミライドで、2枚箱だった SAR にサポート機器にミモザーと思ったけどペーパーでした。2枚箱嬉しかったんだけど、いやーなんか引きずるわ。いやーミモザー SAR 欲しかったな。それではまた、バイバイ。